大分県の上臼杵の駅に来ました。ここは臼杵市という造船漁業の町の一つ手前の駅でございます。今日は母も一緒です。よろしくお願いします。なので少しゆっくり歩きます。ではスタートです。なんか城下町があるらしいんや。ああ、ほんと。うんうん。そこの城下町を取りてえなと思ってな。あれ何？梅？梅やな。ね、ああ、もう春やね。梅がもう咲いてます。これが仁王座歴史の道。この道を歩こうかなと思ってます。綺麗な街並みや。でこっちは川が。日本料理、フグ料理、福は内。行ってみようか。こっち取ってみようか。実は臼杵はフグの産地で、下関のフグ、臼杵で取られてるんですよね。豊後街道という瀬戸内海と太平洋が混じるところで取れるフグなんで、めちゃめちゃ美味しいです。で、ここだったらすごく安くフグが食えるんですよね。東京だったら1万5000円ぐらいのコースが、ヒレ酒ついて、大体5000円以内ぐらいで食べられます。しかも大分は政令指定都市になってるんで、フグの肝が食べられるんですよね。なんで、フグの肝醤油で、フグの薄作りを食べるっていう風なことができる、日本で唯一の場所なんですよね。なので、ぜひ皆さん、臼杵にフグを食べに来てください。ようこそ城下町臼杵へ。これ何やろ、赤猫館。赤猫公園じゃない、赤猫か。大分県民の県民性の赤猫市。おお、初めて。こんなの初めて、知らんやったな。福招き赤猫行こうやが。ゆっくりゆっくり、もう多分すぐそこやけん大丈夫やわ。必勝合格祈願、今受験シーズンだからな。おお、お城みたいな神社やね。すごいね。うんうん、立派やわ。ゆっくりな。あ、無理。男は辛いのロケ地になっちゃうんち。男は辛いよ。花も嵐も虎次郎。虎さんの旅先は大分県臼杵。山田洋次監督がここから眺めるあの城下町の臼杵の風景が大変気に入ってよかったけんち。さあ、山田洋次監督がお気に入りの風景を見てみましょう。まずはちょっとお祈りしてからやな。おお、なんか御利益が派手やな。赤猫さんがおります。しかも寅さんが来て今年寅年やけんさ、そういうことか。これはいい神社やな。猫が可愛い、中猫が。見て、赤猫がたくさんおる。へえ。これはすごいね。知らんやった。赤猫石っていう石もあって、赤猫の石ですね。たくさんの招き猫が、赤猫のいらっしゃいます。そしておみくじも、赤猫のところに、絵馬も赤猫です。そしてこちらが赤猫社です。よろしくお願いいたします。ああ、何か良いことがありますように。よろしくお願いします。赤猫様。お母さんの
山田洋次がその、うん、惚れたという、うん、あの絶景の景色を撮りに来る。これが寅さんを撮影した映画監督山田洋次が惚れ込んだ臼杵の景色。これで桜が咲いたら最高だろうな。え？あ、バスケしてます。臼杵高校はね、高校の時に決勝トーナメントで当たったんですよね。新人戦の時も決勝で当たって臼杵高校が優勝しました。うちらは12勝でした。うまいな臼杵。いいな、結構ことやね。なんかね、臼杵造船のイメージが、うん、ああいう三重の塔みたいな。これこっちもすごいね。お寺さんやね、こっちも。親鸞聖人がこれだから浄土真宗なのかな。横の木が素敵。お、これは三重の塔らしい。天の尺を救いたいっち。私は天の尺。ここも立派だな。そしてこっちがめちゃめちゃかっこいい三重の塔です。古いですね、木で作られてます。おお、羅生門の世界だな。こんにちは。こっちもあるわ、大橋寺。おお、臼杵は本当にお寺が多いですね。城下町で仏教の力を使って統治をしていくっていう大乗仏教がやるやつですね。こっちは観音堂ですね。おお、立派な。ここで鐘をつきながら三重の塔が見えるっていうね、向こうの奥に。こっちが本堂ですね。また立派なお寺さんですね。南無阿弥陀仏。こう見ると本当に仏教の町だな、ね、こう。古い町並みですね。商店街ですね。生活の匂いがしますね、ここの商店街は。うわー、これとかは何、綺麗やっち。当社の私が作りましたっち。創業明治15年、椎茸の店。すごいね、歴史があるね。これはなんだ。あ、お母さん、コインカフェがあるわ。ある？うん、おお。臼杵のひな人形ですね、これが。臼杵はひな祭りがすごく有名なんですよね。かわいい。ここに素敵なカフェがあるんで、ちょっと今日は母と一緒なので少し休憩します。臼杵大分の地元食材をたくさん使い、世界のご飯スイーツを手作りしてます。おお、かわいい。お腹が空いたんでチーズバーガーと本間もん野菜のフライドポテトです。おお、歴史を感じる街並みですね、これはね。あ、これが歴史の道や。こっからが、見てこの道ねえ。母が疲れを押してこ
ここを歩くというので連れてきました。これは本当にいい道ですね。ロケ地になるねこれね。うわーこの道はいいわ。あ、これお休みどころ地。ここ休めるんや。ちょっと見てみる。あ、ご自由にお入りくださいって新光寺さん。へえ、ここで休めるみたいです。素敵。うん、こういうところで疲れたらちょっと休憩できるみたいですね。はい、休憩してください。はい、休憩が多いな。おお、こっちも立派な家ですね。で、こっちはお寺さんね。わ、ここはなんか洋館やな。キリスト教もなんかあんのかな、密かに。いい道ですね。あ、ここが最後かな、この道の。ここで終わりやな。お、猫が、猫ちゃんがたくさんいます。懐いちゃうんや猫が。え、どういうこと。あ、また来た、もう一匹。なんでお母さんについてくるん、わかるんやな。猫に懐かれちゃうな。猫懐かんよこんなに。普通はついて回るんや。子供やなこいつら多分。ついていってなんかあるんやねんかい。猫に案内しろ、なんかどっか。じゃあね猫ちゃん、バイバイ。すごいね、猫に懐かれるなんか。さあ大通りに戻ってきました。あ、あれが臼杵城や。これが臼杵城です。城郭はないんですけどね。あ、本当？ここに座って待ってます。じゃあ母はちょっともう休憩でここで待ってくみたいなので一人で登ってきます。行ってくるね。はい、行ってらっしゃい。こんな感じ。取り入れます。やっぱ城はいいっすね、風情がある。天守閣跡、この石垣いいっすね。さっき通った城下町がこのお城を中心に作られたんですよね。これが今日のロケのラストの場所になります。ああ、なるほど、城がもうなくって、ここに昔お城があったのかな。こっちの方にまだ昔のお寺さんとかあるのかな。おお、いいっすね。やっぱ臼杵は仏教とお城がちゃんと融合してますね。おお、なんかすげえ立派な庭。ここが臼杵の真ん中にある臼杵城跡のお寺さんです。失礼
いたします。やっぱりここは海軍の何かが奉納されてるみたいですね。日本国旗が掲げられてます。臼杵は造船所もあるんでね、戦争の時に船を作ってたんですよね。砲弾記念碑ですね。砲台があってこういうものが敷き詰められてたんですね。今日も歩いたな。やっぱ母も相当答えてたみたいですね、歩くのが。でもあの歴史の道歩いてよかったって言ってましたね。天守閣と、この辺が本丸だったんだ。この辺にお城が建てられてたんですね、きっと。ということはここから臼杵の海が見えるかな。本丸のところに一番いい景色が見えるだろうから。あそこにちょっと展望台っぽいものがあるな。海が見えるかな、港が。おお、見えますね。あれが臼杵の造船所です。船が作られてます。それでは今日はここでロケを終えたいと思います。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。